自閉の動画解放群、3月23日北は北海道から南は沖縄まで約100人が、港湾会館に集まりまして第3回名古屋小物会議を開催しました。自分が立ち上げて1年半やってきまして、やっとこういうところに来たんですけれど、やっぱり若い人たちの意見というのはすごく自分も見ていてワクワクしますし、こういうものをしっかり姿勢とか牽制に反映していくのがこれから自分たちの役目じゃないかなと思ってます。第4回もやるということでぜひご期待ください。どうもありがとうございました。はい、それでは閉会式を行いますので、名古屋若者会議代表水野より挨拶申し上げます。今日はお忙しい中本当にありがとうございます。震災の方々、行政の皆様、何よりも参加者の方々、実行委員の皆さん本当にありがとうございました。時間が45分遅れるっていう、名古屋若者会議いつも時間を遅れるんですよね。第1回も1時間ぐらい遅れて、第2回も30分遅れて、今日も1時間ぐらい遅れちゃうんですかね。あのミーティングもみんな遅れてくるんですよ。ダメですね。まあ第1回、ちょうど3月、去年の3月24日にやってきて、まあ、約1周年、第3回まで開催してきました。ゼロから、自分が立ち上げて、そこで今のメンバーが来てくれたりとか、審査員の方々、行政の方々、本当にさまざまな方にバックアップして、ここまで来ることができました。まあ、長くなるといろいろと怒られそうなので皆さんも帰りたいですし、時間が約束の時間守っていないので、ここの辺で終わりにしたいんですけれど、これからさっき出ちゃいましたけど第4回名古屋若者会議も、やっていきたいと思います。来年の夏ぐらいに、あれ今年だ今年の夏にやりたいと思いますので、ぜひ、またご参加いただければなと思います。で今全国には札幌とか、京都とか、今日京都の人も札幌の人も若者会議関係者来ていたんですけれど、あと宮崎だったりとか、さっき岐阜でもやるとか言っていたんで、まあ、そういう新たなムーブメントを起こしていければいいなと思います。自閉の動画解放群、動画で解放とか、めっちゃええやん。